皆さん、こんにちは。東京、西東京市の駅で大麻を所持したとして、格闘家の木村、フィリップ、ミノル容疑者が、大麻取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことが、捜査関係者への取材で分かりました。木村容疑者はおととい、西東京市にある西武池袋線、ひばりが丘駅で、大麻を所持した疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、木村容疑者は警察官からの職務質問を受けた際、大麻リキッドや植物片とみられるものを所持しており、鑑定の結果、その一部が大麻と判明したということです。こちらの報道に対してライジンファイターの平本蓮さんも、自身の X を更新し、ミノル君逮捕間近と絶句。大会直前の逮捕劇に、しょうがない。もうこうなったら、ヤーマン。DJ マルトやろう。TPV 爆売れ間違いなし。と現在、暴行容疑で話題となっている。レペゼンフォックスの元メンバー DJ マルトも、代替カードを提案していました。今回逮捕された木村容疑者は、ブラジル国籍のキックボクサーで、2020年には K-1 ワールドグランプリで王座につくなど活躍しており、今月5日にはオープンフィンガーグローブによるキックボクシング興行ファイトクラブ2で格闘家のヤーマンとメインイベントで対戦予定となっていましたが、木村容疑者の逮捕で実現は絶望的とみられています。9月30日にはこちらの第2大会の公開練習が東京秋葉原で行われており、ヤーマンと木村容疑者が丁々発止の舌戦を展開していました。公開練習ではヤーマンがスパーリング、木村容疑者がミット打ちを披露し、フェースオフも行いました。ヤーマンは意外とちっちゃいなと思って改めて見て、全然でかくないですねと挑発的にコメント。計量後に食べるものを聞かれた木村容疑者がステーキ5、600グラムぐらいと答えると、対するヤーマンは炭水化物をいっぱい取った方がいいんで、肉はそんなエネルギーにならないんで意味ないと思いますとバッサリ。木村容疑者は精神的な力になると思うんで闘争心を上げていこうかなとと反論していました。そしてフィニッシュについて木村容疑者は左か右のフックどっちかが当たると思いますとフックでの KO を宣言しており、対するヤーマンがカーフキックで終わらせようかなと思います、心が弱いんで完全に征服したいんで気持ちを折りたいと答えると、木村容疑者はカーフキックはあまりわからない世界の話なのでなるべくなしにしてほしい、気持ちよくやりましょうねと泣きを入れたものの、ヤーマンは気持ちよくカーフキックで終わらせますと容赦なしの様子を見せていました。木村容疑者とは実質3階級の差があったものの、ヤーマンはこれに関して実際には全く変わらないと思う、彼は足が細いが自分は逆に足が太い、それに彼は減量もうまくなさそう、当日の戻しもあまりないと思う、自分は結構戻すのでぶっちゃけ当日の体重差もないと思うと、上半身と下半身の見た目の差だとしており、またどんなに体をでかくしようが筋肉への痛みに対する耐性は変わらないとしていました。木村容疑者はこの日体も腕も足も見せない服装で公開練習を行っており、ちっちゃいとか言ってるけど見せてないんでまだ当日びっくりされるなっていうとかましましたが、ヤーマンはこれに対して TikTok ライブで見たので大丈夫です、彼女と上半身裸でおすすめで流れてきて本当にムカつきましたよね、マジで1ラウンドで終わらせてやると思いました、あれ見た瞬間にとリア充な木村容疑者への敵意が増幅した様子でした。そして続けて、今回は終わった後気持ちよく飲みに行きたい、土曜日だしスカッと勝ちたいですね、10月指名してる子が誕生日なんですよ、 TikTok で見たら5億ぐらい売り上げ上げたいって言ってたんで少しでも貢献できればなって思ってますねと、女性が接待してくれる飲食店で祝勝会を宣言していたものの、木村容疑者は僕は彼女とプライスレスな時間を過ごしたいと思いますんでと勝ち誇ったような笑顔を浮かべており、ヤーマンは
ぶっ殺しますと通告していました。終始強気なヤーマンでしたが、木村容疑者とのフェイスオフの後はこの前とは違う目をしていた。あの時は弱気だったが今日は感じ取れなかったと木村容疑者のメンタルが変わっていることにも言及。そしてさらに、今回本当にどうなるかわからない、一発もらったら寝たきりになるかもしれないと相当警戒する様子を見せており、続けて、もちろん相手をぶっ殺す気持ちで行くけど、お世話になっていた人にありがとうと伝えてからリングへ向かうと挨拶を済ませてから七へ赴くとも語っていました。その後、観客との質疑応答では、観客席に潜伏していた関係者から木村容疑者に質問が集中することに、ブレイキングダウンの関係者からは今後ブレイキングダウンで試合に出たいという意思はないかと聞かれ、もちろんありますと即答し、レアナックル戦も見ました。めちゃくちゃスリリングで、あれこそなかなか最近見ないような危ない試合だなと思ったので、ぜひ出たいなと思いましたと前向きで、初代バンタム級王者の井原亮太郎選手との対戦を打診されると、誰とでもやりたいという気持ちなんで、どんどんやっていきましょうと快諾。総合格闘家のキングレーナさんからは、今日ストリートスタイルってことで服着てると思うんですけど、実際やってますよねと意味深な質問を投げられると、木村容疑者はやってるとは何をですかと聞き返します。すると、今話題になってるあれはどうかなと思って聞きに来た感じなんですけどと、まさかのドーピング疑惑を追及。これに対して木村容疑者は、やってないです、とうの昔に辞めました、そういうと口を滑らせ、キングレーナさんにやってたんだと突っ込まれると、やってた時期もあるかもしれないと言葉を濁す一幕もありました。そもそも今回のファイトクラブ2で大きく注目を集めていたのがドーピングへの対応でした。昨年6月とその後再び行った検査で陽性だった木村容疑者に、検査をせず試合をするとヤーマンも明言しており、対する木村容疑者も、僕は何も変わらないです、あってもなしでもやっていく、今は検査のある場所でも戦えるように準備をしていますからとクリーンを強調。そしてその上で、ルール上 OK で引っかからないサプリメントを調べて体を作るのは環境に順応することだと思う、それもテクニックの一個、やるやつが増えた中で自分がどうするかを考えるべきとルールを研究して、黒にならないように肉体を強化する重要性を強調し、さらに一歩踏み込んで、僕はステロイドに関してはもっと自由になろうよって思ってます、選手に責任感を課す意味でドーピングフリーにするのもいいとまでぶち上げただけでなく、具体的なプランまであるといい、大会を分ける、例えばライズならナンバーシリーズの他にドーピングフリーのライズアルティメットをやればいいと提言。さらに自らの名を挙げた先にはドーピングフリーの、いやむしろ検査して陽性じゃないと出られない大会を作りたい、陰性は出られない大会をとまで語っていました。木村容疑者のこういった発言があったことからも、大きな注目を集めていたヤーマンとの試合でしたが、ドーピングどころか大麻での逮捕によって実現は絶望的なようです。平本蓮さんが言及したように、大体カードにも注目が集まりそうですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。